終わりです。時間に厳しい君たち、やっほー。自分の人生に甘い君たち、やっほー。土曜日ということで暇な君たち、やっほー。金土曜日なのに外に出かけることもなく、家の中でパソコンといじくってる君たち、やっほー。というわけで、どうも石川のりきです、こんばんは。ですね、恥ずかしいな。本日はですね、まあ、千葉県にあります心霊スポットに行こうということで、まあ、考えたんですけども、いろいろと。まあ、今回行くところ、そんなに大きいところではないんですけども、心霊というよりも、たたりです。建物を取り壊したりとか、そこの木とかを切ってしまうと、17分間あります。命を落としてしまった。聞いてる話。で、本日なんですが、ちょっと特別ゲスト、もう本当に久々ですね、この方出られるの。どうも、お名前は。フランスです。すいません、最近うちの配信がアカウント制だったから叩かれないよって言ってね、持ち上げたところ、出てくれました、このクソデブ。かなりちょっとね、今月末にクリスマスに変わって、来月初旬にクリスマスが現在残ってますよ。すいません。やっぱり後日、後日。新しい配信名を僕考えたんですよ。これはグリーチャークラウズ。どういうグリーチャークラウズ。クリクラっていう。グリーチャー、どういう意味かって言ってたんですか。怪物です。なんだこの竹の高さやばいでしょ。竹の高さやばいでしょ。これすごいな。そうそうそう。これを越えたりして、はい、まあ竹に触れちゃったりしてですね。実は事故が起きてんだ。でまあやっぱりさ、この市街地の中にさ、こう竹やぶがあるとさ、邪魔だよ。正直言ってね。視界の妨げにもなるし。だから切ろうとは何度もしたんです。でもなんでここに残ってるかって言ったら、やっぱり、それなりのものがあるからじゃないかなと思いますけどね、クラさん。どういうことですか？ちょっとクラさん、なんか怖い実体験があります？UFO 見たことあるんですか、クラさん。いつ頃ですか、子供の。どんな UFO でした？なんか怖いね、なんか。寒くなってきたよ。寒いよ、ここが。寒い。静かすぎるもん。いや、やばい。いやいや、大丈夫です。寒くなってきたもん。大丈夫です。怖がられた。でも、どういうふうに怖がられたこの中華丼で。やばいこれ。辛さ80倍とか100倍とかある。これ見ててもつまんないと思うけど楽しい。クラさん、ちょっと100倍やってみてください。すみません、はい、辛さ200倍にしてもらってもいいですか。ネギの方。お尻をやめてですか。はい、でかいよ、しかもでっか。あ、もうなんか、おー、えどうしたんですか、これ。なんで
あ、それがね、シクワズリュウキフューチャリングペニオでやってまいりました。心霊スポット一番寒い全然いけない。まず最初に思ったことは寒い。寒いね。これやっぱ霊的なものですかね、この寒さっていうのは。いや、寒くて手冷えだね。そうだね、長年見てきたけど、うん、これ霊はね違う。全然見た完全に冬でしょ。でも怖いわ。怖い。本当に雰囲気ある。光がまずないもんね。うん、カッタン、試験おしっこしよう、どっかで。どっかでおしっこしよう。おい、我慢できない。厳しいんだ。これちょっと中なんでしょ。これいつも中って。はいはい。これね、いけるのか。はい、いけるんですね。これへんね、野田さんダメだ。これこれダメだって。え、黒い男の人だから。ヘビ八などに十分食欲が節柄だよこれこれはね、ヘビ八などには十分注意していただきたいっていう。そうっすね。あれ今、音、拾った？音拾った今、キュルキュルしたの。キュルキュルしたの拾った？バチッ！あ、そっか、人だ。はい、人だ、人だ、人だ。お、なんか、あ、出てきた、出ましたね。ん？何今の？ガチ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 ？ちょっと、ちょっとまずいとか。ちょっと待って、今、なんか、聞く。何？何？何？ちょっと待って、今変な音したよ。うん、とりあえず、自分メニュー。え、ちょっと、こっからまで450m 歩くの？ちょっと。頭おかしいでしょ。ちょっと。ブスまで450って書いてあるんだけど。どんだけ歩くんだよ、これ。これ今日ダイエット企画ですよ、これ。450って書いてあるんだけど、ブスまで。これはね、怖いですよ。これギリギリなんだよね。実際、今、映像いってるこれ。まだ大丈夫？何？え？何？うん、まず何？バキって言ったよ。何？え？ちょっと待って、これ結構マジなやつ。バキって言ったよ。ほら、え？マジやばい。ほら、バチバチ言ってる。バチバチ言ってる。マジやばい。これ。豚バラ事件って何だよ、お前。ほら。なんか、バサーバサーって言ってるもん。何いいですね。なんか標識何て書いてある。嘘つけよ。本当俺とクラスター見た。白い人いた。白い人いた。何白い人って。何嘘でしょ。何俺見た。ね、あ、いや今いる。ほらどれ。嘘でしょ。マジでどこ。ちょっともうやめてくださいよ。は？勘弁してよ。本当に本当にじゃない。嘘つけよ。ブラウスさん、ちょっと何白い人って。あれあれキャベツですよ。キャベツだけど。キャベツが夜の温度が低くなってキャベツの表面に水がついて、そうですね、ライトに反射してるだけじゃん。あれ勘弁してくださいよ。畑の本当サイズ的にどう考えても人間じゃないよ。どんだけミニチュアなんすかね。キャベツやろ。あ、畑は行けない。畑は初めてですね。何がいや、ちょっと二人見てないよ。本当に、うん、これはやだわ。なんか避けじゃない、これカラス避けちゃった出たよ、これクラウチョケのやつじゃないかな。これかなり怖いですよね、これ。これはね、多分これ住民が、これ日本に対しての。何今の。どうしたいや、なんか。うん。ペニオ。いや、ものすごい赤い。え、なんだ。いや、もうな、え、何え、これでもやっぱり、すごいよ。何かに反発する意味を込めて、ペットボトル逆さまにした可能性ありますよ。ここポイントだろうね。これかなりのポイントですね、これは。ぷっくりしたやつですね、これ。このパターンはなかなかないですよ。しかもちょっと小さい光がさ、これ込められて軽くへこんでますからね。何年ボトルはもうこれ、ね、ちょっと浅めなんですね、これね。そうだね、これはまだでも大丈夫っていう。大丈夫、うん、しっこりしてますね。ということでちょっと450mあるんでね。ハンターのやつやっていうね、真面目な質問をリスナーから受け取るんですけど。
改めてやっぱりこの我々を壊すかのように、ね、ね、畑内田邸に入るなって書いてありますね。これはね、この畑は県民の森区域外ですの、はい、うん、で立ち入りを禁止します。不当店の位置不当店の位置ねえ、路線、路線、路線ってどういうこと、路線、路線、路線案内図通ってねえじゃん、しかも猫バスですかね、これ路線案内図なんだけど一個もね、瓶がないの。え、どういうことこれ、一個も瓶がないの。一個も瓶がない、一向に走らないっていう、案内だけなんだ、案内だけ。これ相当古いと思いますよ、これ古いですね、これ傾いてて、いや、これは急に看板が赤色に変化しました。なんだこれ、見えますかね、これ。うわ、鳥、獣、おぉ、鳥獣ですね。え、どうした、何、見てきてください、ごめんなさい。ちょっと見てください。どなたですか、違う。うわぁ貴重な VTR が撮れましたね。鳥獣いましたね、今ね。完全に、人影、そんなんあるわけないじゃん。なんだ、はい、あぁ、お前が一番怖いわ。いや、ていうか、すっごい気になるの言ってちゃったんですけど、なにここになんかビニールの紐が、ビニールの紐、うわ、これ、なんか見えます、見えます、なんか結んであるんですよ。え、しかもさっきから僕ね、何箇所かの木にビニールが結ばれてる紐が、コメントでなんかさっきのヒヒヒっていうことは何だった、え、どこに出るんだろう、わ、ここね、赤いコーン立ってるんですよ。これ何、これ、これが、この先はマジで多分やばいよ。これ見えます、またこれ赤いビニールなんですよ。これがね、さっきからいろんな木に刺さってるんですよ、刺さってるとか巻いてあるんですよ、この赤いビニールが。これだって入ったら、これ出てこないんじゃない。いや、のゆきさん行きましょう、のゆきさん、え、行きましょう、あとは信長でしょ、のりゆきだよ、のりゆきか、行って結局わかんないですね、どこにいるか、自分が現在地どこだろう、現在地が書いてないんですよ、トラップですね、なんかすごい蜂出るみたいなこと書いてある、そう、蜂と蛇が相当みたいなの、特に夏と秋は攻撃的になりやすいみたいな。電気消すなよ。消えたら本当に。うわ、なんだあれ、マジでやばい。なんだあれ。なんだ。なんかいるぞ、あれ奥に。なんだ、なんだ、え、なんか赤い、赤い、赤い、
ちょっと待って、えっ、ちょっと一回戻ろう、戻ろう、あれ待って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 、あれ何赤いのって。いや、見えた。見えませんでした、今。赤い、ついに。見えないよ。すぐ右にいましたよ。うん、俺ずっとコメント見てたもん。嘘でしょ。え、赤いの？いや、ちょっと、ロートなんで。いや、本当に。そうなんですよ。完全に光ないもん。多分、わかんないです、どこが。どこがわかんない、うん。マジだって、道が多いんだもん、ほら。俺見て。道路見てもらったら分かるんだけど、分かるじゃん、何本もある、何本もある、こっち行く道もあるし、なんか浮いてません、なんだあれ、木か、何だ、なんだあれ、木、あ、本当だ、なん、あ、浮いてる、なんだあれ、これ電波途切れたら俺はマジつぶじゃん、これ。ちなみにちょっとソフトバンクとか、もし携帯ちょっと持ってる人、電波確認してもらっていいですか。ないんじゃない、もう下手したらね。まだ大丈夫。いや、でも僕のは何もないですよ。俺のは来てないよ。え？落とした？いや、落としたよね。今なんか鳴き声聞こえた、うん、動物？鳴き声聞こえた。動物？野犬？野犬？さっきからね、犬の遠吠えがすごいんですよ。野犬か。犬の遠吠えがさっきからものすごいですよ。野犬がいいんだ、これ森の中に。そう、人もいないのに。あ、これ気をつけてください。なんだこれ、え、なにこれ、なにこれ、くっくるくる回ってる、シワダですよ、これシワダ、シワダですよ、浮いてる、山のシワダですよ、垂れてるんですよ。これはマジレスな話、なんなの、この赤い線みたいな、なんなの、ここまで身長伸びましたみたいな感じなの。多分そうです、正月とかにおじいちゃんが毎月つけてる。ここまで来んの。そうっす、根深いな、根深い。ちょっとパス、パス、怖いよ、これ。